皆様お待たたたせいししました本日は何かとご対応の中本日のシンポジウムお越しいただき誠にありがとうございますそれではただいまより大洗町教育委員会主催第5回文化財シンポジウム文化と観光を始めさせていただきます私は本日司会を務めさせていただきます飛田直子と申します 一日,日どうぞよろしくお願いいたしますそれでは初めに主催者よりご挨拶をさせていただきます大洗町長国井豊よりご挨拶でございますお願いいたします皆さんこんにちは海魚真心 三別揃った水と緑の港湾観光都市並々散るお笑いへようこそおいでくださいました心から歓迎申し上げる次第であります我が町は優位な自然環境によって歴史と伝統そして多様な文化を育んでまいりました近年の観光需要の変化そして訪れる皆さんのいわゆる 求めるものの多様性によってこれまであまり注目されなかった例えば上磯の鳥居であるような有形無形の文化財が脚光を浴びてまいりました観光から文化文化から観光全く真逆の視点で俯瞰してみることによってさまざまな考察ができると思いますそうした意味では今日のシンポジウムとても 有意義だと思いますところで一昨年晴れて国の指定史跡となりました磯浜古墳群極めて歴史的意義のある重要な古墳群でありますがその史実を既存することなくしっかり保持することによって、まあ、後講釈かも分かりませんけども少しそこに物語性を付加することによってなんとか 観光地化でできなないいいいかここんな思いを描いているところでありますそして今我が国は多文化共生社会へ向かいつつありますけども我がお笑い町はこれまでにも外国人の方々を数多く受け入れてまいりましたんで小さいけれどもそれぞれの国のコミュニティができつつあります。そうした視点からら見るならば今後 文化と観光、新たな文化的観光資源が生まれる、そういう期待も私どもで抱いているところであります。まあ、今日は限られた時間でありますけども、皆さんにとって有意義な、そういういろいろな研究であるとか、そういう考察であるとか、さまざまなことにつながることを大いに期待をしたいと思っております。えー、今日は結びになりますけども、 今日は本当にお忙しい中、文化庁からは中尾調査官にお越しをいただきました、また大勢のお話をしていく皆さん方、講師の皆さん方がいらっしゃいますので、そうした皆さん方に改めて、新人になる感謝と敬意を申し上げて、お越しいただいた皆さんに、もう一度歓迎を申し上げながら、開会にあたりましての主催者を代表して、ご挨拶にる次第であります本日は本当にありがとうございましたた楽しんでいただければと思います。 国町長ありがとうございました。